ジェイミー・フォックスことエリック・マーロン・ビショップはアメリカの俳優であり、シンガーソングライター、コメディアン、テレビ司会者、レコードプロデューサーである。フォックスは2004年に公開された電気映画、レイ、レイでレイ・チャールズを演じたことで広く知られるようになった。この作品でフォックスはアカデミー賞、バフタ、映画俳優組合賞、放送映画批評家協会賞、 ゴールデングローブ賞の主演男優賞を受賞した。同年、犯罪映画、コラテラルでは、アカデミー助演男優賞に、ノミネートされた。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに刻まれたジェイミー・ホックスの、名前出生時の名前は、エリック・マーロン・ビショップ。祖父母に育てられ、3歳からはピアノを習い始めた。高校時代には、アメリカンフットボールのクォーターバックとして活躍。 大学では音楽を専攻し、ジュリアード音楽院でピアノも学んだが、卒業後はコメディアンとしての道を歩み始めた。ジェイミー・フォックスという芸名を使い始めたのは、この頃でステージで出番を待っていると、女性コメディアンが先に呼び出されることが多いことに気が付き、名前では性別を判別しにくいジェイミーを選んだという。フォックスは尊敬するコメディアンのレッド・フォックスからもらった。 1996年から2001年までテレビでシチュエーションコメディーザ・ジェイミー・フォックス賞に出演、広く人気を博した。2004年、レイ・チャールズの電気映画、レイ・レイでレイを演じきり、アカデミー主演男優賞を受賞した。アフリカ系アメリカ人俳優としては、史上3人目の受賞である。この時、コラテラルでの演技に対しても、助演男優賞にもノミネートされていた。 2007年9月14日、ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた。結婚はしていないが1994年と2009年に娘が生まれている。他にもカニエ・ウェスト、トゥイスタ、50セント、T.I., ザ・ゲーム、デュダクリスなどのアルバムに参加。ありがとうございます。